紅葉フェリー株式会社は、韓国、紅葉に本社を置く海運会社。山口県、下関港と韓国の全田南道、紅葉港を結ぶ紅葉フェリーを2011年1月23日、就航させた。所要時間12時間から13時間で、就航当初は、下関港に週2便のほか、北九州市の文字港に週1便が入出港した。 日本側代理店はサンシャインフェリー。就航した価格船グワンヤングビーチ号は1991年建造15,971トン定員約700名。元ダイヤモンドフェリーのスターダイヤモンド号として神戸松山大分航路に就航していた。2010年5月18日、紅葉市の公募で運営船会社に選定されたテリム海運が 紅葉フェリー株式会社を設立。2011年1月23日、第1便が韓国人ツアー客ら約500人を乗せて紅葉港を出港。1月24日、第1便が下関港へ入港。3月11日、東日本大震災の影響で韓国人利用客が激減。3月28日、文字港への入出港を取りやめ。 下関港に入る週2便だけの運航となる。2012年2月23日運休。紅葉下関間、カーフェリー運航スケジュール。ありがとうございます。